はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、た、え、だ、ー、えばちょっと緊急で動画を回してるんですけれども、えー、昨日ですね、私こんがりが、えー、運営にね、ガチ切れしてますと、えー、アリブレ女子会になぜ僕を呼ばなかったんだっていうね、えー、動画をね、投稿したところ、えー、なんとですね、えー、公式の、えー、クリエイター統括のニコメロさんからですね、 えー、ツイート書きまして、この度はご不快にさせてしまい大変申し訳ありませんでした。アリーナブレイクアウトクリエイターズでは、えー、今回の件を非常に重く捉えておりますと、こんがりさんのお気持ちを汲み、謝罪の意味を込めて、公式配信アリブレナイトでの72時間耐久配信の枠をご用意いたしました。ご連絡お待ちしております。ってことで、おいみんな、 どうすんだよ、これ。おい、マジか。運営を動かしてしまいました、ついに。しかも、とんでもないスケールで帰ってきたっていう。もう最悪すぎる。72時間耐久配信って死にんでるぞ、ワンちゃん72時間は、やばいですよね。24時間でさえね、僕やったことないんですよ。まあ、10時間の耐久配信とかだったら過去にね、 えーまあ、それこそ3年前とかに、えー、やったことはあるんですけど、いやもうやばいね。やばい返事が来ました。はい、えー。怖いです。めちゃめちゃ怯えてます、今、僕、正直。これ、これやばいって。いやらしい話になるけど、これ、これ次第になりますよね、結局。72時間ですから、まあ、時給1000円だとしても、まあ、72000円ですか。はい。 いやまあ72時間ね、えー、ぶっ続けでできるとはまあ僕も思っていませんので、まあ、このうちのね、えー、何時間か僕が出演する可能性はまあ,あるんですけれども、運営さん、これ次第になります。はいえー、クリエイター統括という、えー、役職のリコメロさんを通して、まあ、運営さんからですね、えー、アンサーもらいましたので、まあ、正直、えー、公式チャンネルの方でね、アンサー動画出してほしかったところではあるんですが、まあでもいいでしょう。はい いや運営をね、えー、動かすことに成功しました、えー、皆さんね、えー、いつも応援していただきありがとうございます、まあ、皆さんがね、えー、いつも視聴、えー、してくれるおかげで、まあ、このようにね、えー、大きな影響力を持つことになりましたいや本当に、えー、これからもね、まあ、頑張って活動していこうと思うんですけれども今回ねようやく運営さんから、まあ、アンサーいただいたというか、えーまあ、かなりね大きな返しが来たので、まあ、正直ね、えー、戸惑ってるんですけれども 72時間なんてものは、まあ、甘いと。僕からすると、100時間はね、やって欲しかったところではあるんですが、ま、あでもいいでしょう。うん。まあ、この件についてはね、えー、皆さん、あの、続報をお待ちいただければなと思います。まあ、運営さんとですね、えー、僕の方で、えー、その、報酬の件とか、ま、いろいろね、あの、スケジュールとか、ガッチャンコした時に、えー、初めて、ま、実現するんじゃないかなって思ってます。 まあどうなるかはね、えー、まだわからないんですけど、もしかすると、アリブレ女子会がまたこのね、72時間の間で開催されて、そこに僕が乱入する機会っていうのをもらえるのかもしんない。えー、ちょっと本当に楽しみにしてますので、皆さんもね、えー、続報を待ってください。はい、どうも皆さん、改めまして、こんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。 はい、ということでですね、まあ冒頭のね、映像にあった通りなんですが、まさ朝からのね、えー、運営さんからラブレターをいただいたということで、まあ今後ね、えー、DM でやりたりをして、えー、まあ両者がね、えー、都合が合えば、えー、そのね、えー、企画も実現するのかもしれないんですが、まあ皆さんね、まあ、生放送中にね、えー、やってほしい企画等があれば、ぜひともね、えー、コメント欄の方で募集しますので、よろしくお願いします。あえー、今回作ってきた武器はこっちら M4A1 ミニミニバージョンまあどっちがね大小かまあ運営とね僕、えー、かなりですねチャンネル登録者数でも実はね争っててまあ抜いたり抜かれたりをね繰り返してるんですよ今現在はねちょっとあのお相手氏の方が上回ってるのでいつも通りの M4A1 を使うんじゃなくあえてね、えー、ミニバージョンにすることによって今ね、えー、僕は運営さんよりも えー、低いね、えー、立場にいるんだよっていうことを暗示的にね、えー、表してみました僕がね L 型バレルの M4A1 を使う時が運営さんに勝利した時ってことで、えー、皆さんねぜひあのチャンネル登録よろしくお願いします基本セタス垂直82の水平 71L 好みが74で精度が23腰ダメ射撃が74なんかデジャブ有効射程が86ってことでね えー、今回はこのちっちゃい M4A1 使ってテレビ局のね、風作破壊していこうと思います。レッツゴーはい、ということでですね、えー、早速射撃場の方にやってまいりました。えー、まずはですね、ノンリコイル、ブル,ルワーーこの感じ。まあ、いつも通りの M4A1 と、まあ、ほとんどね、えー、大差ないというか、まあ、これがですね、ミニ M4 の強さなんですよ、まあ。マジで扱いこなしやすいから、 H416 はさ、ミニミニブラージョンにするとね、えー、途端にですね、扱いにくくなるんですが、まあ、この M4A1 は、ちっちゃくてもやれるから、だから本当にね、めちゃめちゃ好きなんだよね、この M4 が。えー、M 型、S 型、L 型、どれを取ってもね、えー、非常に安定していて、いや、これがですね、M4A1 の強さなんですよ。もう変幻自在だから。 M4A1 のね、カスタムを極めし者こそ、このメンタルブレイクアウトをね、制することができるっていう、まあ、言葉がある通り、本当にね、この武器のカスタムっていうのはね、無限大ですし、えー、しかもね、使えるので、本当にね、えー、使っていただきたい。はい、ということでですね、秒速7センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いいたします。今回はね、テレビ局の風作画の方にやってきたんですが、 まあ味方の装備を見てみると結構やっぱあのゴリゴリに木がいそうなのでま五、あ、感通持ってきてね良かったかなって感じですでちょっと汚い話になるんですけど今ねめちゃめちゃ真緑のあいつが出てしまいましてあれ僕もう死ぬのかと喉をね全ロスする暗示かなって思って、えー、怖くなったんですけど直前にですね、えー、抹茶アイスを食べていたことを今ね思い出してめちゃめちゃね安心してます 喉の不調はね、マジで焦るから、もうやめていただきたい。えー、で、ここで湧いたので、えー、速攻ですね。えー、無料金庫 PPP やりに行きたいと思います。さあ、行くぞ。えー、これ、いるかなここで湧いたんだ。あ、まだ上下した。は,ははは。びっくりした、マジで。おい、やめておけ。お前、誰だよ。君の名はって感じ。さあ、スカーちゃん、しっかりとマガジン抜きたいと思います。 鎖作画だからね、これ、あんまマガジンとかしばく意味ないかもしんないな。まあ、M855 ね、馬鹿にしたら良くないですから、やっぱり。まあ、良かったか。で、書類ケースからは何も出ず。そして、はい、PPP 選手権やっちゃうよん。からのオフィス用の引き出しも開けちゃうよーん。まあ、PPPP やってる間にね、えー、ちょっと玉抜き始めときましょうか。こうやって時間をですね、えー、しっかりと使って、まあ、無駄にしないっていうのがね、えー、マジで大事なんで。このレイド中にさ、無駄な時間を、 一体ね、何秒減らせるかっていうのが、このメンタルブレイクアウトをね、やる上での課題というか命題なので、えー、皆さん、本当にですね、ここをおろそかにしないようにしましょう。何気ない時間で、えー、何ができるかを考えないといけないからな。さあ、残り18秒。えー、マジでやめろ。俺ここキープするぞ。 さあ、ポジション確保。あとは体を入れて、味方にあさらせない。ここは、味方をですね、ロックして、僕がアンロックしていくんで。さあ、秘密金庫、オープニングセレモニー、来るかちょ、マジで来てくれ。しょっぱ。うわ、マジか。やっちゃうぞさフェイントセイヤーからの。さすがにここは大丈夫か。うらつ。いやー、怖いよね。総合の方も。は なんかいるらしいぞ。3番さんが見つけやがった。どこですかえ、そこですかえ、マジでそこにいるんだったらさ、やってくんねえかなえ、ちょっと一回これライト切っといていいえ、答えは聞いてない。とりあえずライト切ってあげて、やってんな。ちょい待ってちょい待って。ここ行きまーす。待って。開いたのはいいんだけどさ、とりあえず、心拍かましておくわ。アップね。 あのままとつってたら縛かれまっせ。さあなんか一枚縛かれ入ってんな。これ絶対総合いるでしょう。100%ね、イモリ散らかしてると思いますよ。まずはスタンで割り出していきましょうか。はどこですか3番さんさっきから。とりあえずこのさ、入り口にはいないこと分かってるので、は来るかこれ。ちょ待って待って待って。来るかもしんない。いるな。このエルゴマシマシの 最強 M4 の前では、すべてが無意味。あ、いたわ。普通にいたわ。外側から詰める判断。これワンチャンさ、そっちのね、エレベーター前にもいる可能性あるんで、めディデッキをつけましょう。怖すぎるとりあえずこっちだよな。こっちのさ、2機を縛きたい。どこ行ったあ消えたんだけど。足音ないな。どこだ絶対さ、その辺に持ってるよね。怖すぎ案件んん。どこ行ったえ、いないんだけど。 消えたんですが。は音全然してなかったけどな。エレベーターを押したの誰 ?2 番さんかあららーびっくりしたびっくりした急に出てくんなよあっぶなふぅしばいてやったぜ。ワイルドだろう？ガスも一応もらっとこっか。え、ちょ待って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 。いや、まずいまずいまずい。え、みんな帰んのかちょ待って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 。アタックしようよ。お、やめろやめろやめろ,やめろ。あ、帰った 誰か帰ったかちょ、っと待って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 。はははは。来てるか来てるはい、オッケーうーん、ここで手術巻き巻きタイムもかましていきます。もう、封鎖なんかなほんとにさ、カモしかいないから、カモなえようこそって感じ。お前、待って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 。お前、待って。お前、マジか。あ、4番さん行った。あ、待って待って待って。ははは。やばい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 。4番の仇を俺が取る。え、どこ行ったあ、階段か。 とりあえず、4番さんのですね、回復案件。助けてやったんだから急かしてんじゃねえぞ。そこいるな、思いっきり。階段下把握。こっち大丈夫かよ。俺はこっちが気になるな。ちょ、待って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 。えー、残りは半分、えー。まだいける。こっち側のクリアリングだけね。とりあえずかましてやらなければならない。いないか、こっち。大丈夫か うーんまあ、とりあえず僕はちょっとこっちもですね、えー、クリアリングかましてあげて、いないか。ん、じゃあ今の間にね、ちょっと漁っておきましょうかね、こいつを。M4A1 がまずい。はい、ということでね、えー、まあ、一通り、えー、玉もね、抜き終わりましたので、あとはどうするかというと、あっちのあのバカたれは誰だアレスカちゃんか。とりあえず無視でいいか。発砲してんな。いるのかもしんないね、そっちのロング側。 え、こっちの PPP はさ、終わったのか終わってないじゃん。はい、PPP 開始しますからの、え、ちょっとこの辺もね、えー、しっかりと、漁りましょう。まあ、敵が来ないのであれば、まあ、全然ね、漁ってあげるが世の情けでしょう。えー、じゃオフィス用の引き出しもゴリゴリ開いていきますが。さあ、なんか来るかな、さすがにな。マジで来てくれ。極秘のぶっちゃん、マジでカモン。 解除まで残り23秒。しっかりと体を入れて、ロックかましていきましょうか。ここに来てね、サッカーをやっていた時の体を入れるというね、あのディフェンス技術が生きてくるなんて思いもしませんでした。しっかり金庫をあさるときは体を入れて、えー、味方をですね、ブロックしてあげましょう。さあえー、マジで来てくれ頼め赤は小ずいや、しょっぱいわ。 ラムレムやってきたそして公園をね拾ってることを忘れてました結構なんか公園出てた気がするんだけどな拾っときゃよかったわ公開オブ公園ってことで、えー、どうしようかな、えー、もうエレベーター使えないからさあとはまあ変電所行くかいや階段下2機がさどうせさ張り込んでるもんな正門からは帰れませんよねいいねいいねいいね今回かなりね味方との連携が取れてますよ 素晴らしい。みんながね、えー、一つになってえ、チームとしてね、まとまっちゃってますね、これ。真ん中は無理でしょ、これ。ちょスカちゃん多すぎてめんどくさいんで、えー、とりあえず真ん中はね、無視させていただいて、ちょゴリゴリ進んでいこうと思いますけれども、こっちの方はいないんでしょうかははは。大丈夫かよ、それ。いるな、いるな、いるな。了解、了解、了解。ちょ場所教えてほしい。 それどこだ図書室かあ、やっぱ図書室か ?understand. 了解。んじゃ、縛きましょうかせっかくなんで。オッケー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 。いけるいけるいける。どこ行ったいや、ちょい待って待って待って。怖すぎる。大丈夫かよ、これ。怖いっす。こっちもいないね。いや、もうどこかわからねえからな。ああ